はい。どうも、皆さん,こんにちは、これじゃはこんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は、J クラってどんなゲームということで、えー、新たに始めるか迷っている方のために解説していこうと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、J クラもね、5周年を迎えまして、もうすぐまたね、まあ、年末年始に、まあ、また暑いね、期間が来るわけですけど、まあ、始めるならね、今頃から始めてもいいんじゃないかなと、と、うん、いうところで、まあ、もしね、 えー、J クラを気になって検索した人がこの動画に行き着くかどうかはわかりませんが、えー、J クラってまあどういうゲームなんだろうなっていうのを、まあ簡単に説明をね、させていただけたらなと思いますし、まあある程度 J クラがどういうゲームなのかというのをね、想像がつくのと、また魅力をね、感じていただければということで、まあ、動画をね、しっかり今日は作っていきたいなと思います。よろしくお願いします。 はい。ということで、まあ、J リーグクラブチャンピオンシップっていうね、正式名称があるんですけど、まあ、J リーグとついてる通り、まあ、J クラっていうのは J リーグのね、公認の公式ゲームとなってますね。はい。ということで、まあ、J リーグの実際のね、選手カード、選手たちのがカードになって、まあ、ゲーム内に登場しまして、それをね、使って、まあ、デッキを組んでいくと、うん、いう流れになるわけですが、まあ、その中でもやっぱり色々ね、そしゃげなので、まあ、楽しみ方とかっていうのは、 まあいろいろあるわけですよね。まあイベントをこなしていって強くなったりとか、まあ時には集会してね、まあいろいろね、あの、確率の低いものを求めていったりとか、まあ時にはガチャしたりとかしてね。うん。ということで、まあ基本的にどういったゲームかというのをね、ここから説明をね、ではしていきたいなと思います。じゃあまずですね、まあ J クラとはどういうものなのかというのを簡単にね、まずは触りのところで説明していきたいと思います。ではこちらです。 はい。ということで、J クラトアというところなんですが、まあ、正式名称はですね、J リーグクラブチャンピオンシップと言いますね。まあ、先ほど申し上げましたね。はい。で、J1 と J2 のね、全40クラブが登場するカードゲームとなってます。残念ながらね、J3 はね、今のところ実装はないんですけれども、ただですね、まあ、一応なんかユーザーアンケートとかに前ね、まあ、J3 の実装を望むのかみたいな、なんかそのアンケート欄みたいなのがあったので、一応検討はもしかしたらしてるかもしれないね。 今のところちょっと J1 と J2 しかないということで。まあなのでね。まあ結構その辛いところとしては、やっぱり J2 も広角ありますから、J2 から降格してしまうとゲームからね、抹消されたりとか、逆にまあ J3 から J2 に上がってくるとゲームに登場したりというね。まあ年間ここの入れ替わりがちょっと残酷な。まあもうそろそろね、その時期もやってくるんですけどね。まあちょっと残酷な時期になりますけど、 まあそうやってね、まあ年間、年度によってはね、その登場クラブがちょっとそこの部分で変わったりとかするので、まあそれきっかけに始めようかなと思ったりとか、まあ今 J3 で調子のいいところで言ったら、まあね、大宮がちょっと抜けてると思うんですけど、あと1クラブね、まあどこが上がってくるかみたいな、えー、話にもね、なってきてると思うし、まあ3クラブ上がってくるんだったら、もう2クラブぐらいね、上がってくる可能性があると思うんで、まあどうな、ね、そこの上がってくるクラブによってはね、 J クラに満を持して参戦ということがありますので、まあ、そこのクラブの、ね、サポーターの方が新たに始めようと思ったりとか、うんまあ、してくれてるシーズンでもありますからね、ここはちょっと難しいですよね。はい、ということで、複雑なシーズンにはなりますけど、まあ、そういった感じで J1 と J2 ね全40クラブが、まあ、登場してる、はいるクラブなんいうかな、えー、カードゲームになりますね。はい、で実際にカードを、ねまあ、ゲットして育成して自分なりのベスト11を組んでユーザーと対戦して遊ぶというゲームですね。はい このね、単純に言ったらカード組んで、デッキ組んで遊ぶという流れなんですけど、その組み方とかもいろいろあったりとかして、試行錯誤する場面とかあったりとか、自分の好きな選手、例えば自分の好きなクラブとかでねチームを組んで、それで自分の納得いくメンバーで試合をするっていうのもいいし、単純に強さを求めて強いカードをしっかり組んで、試合に臨むオールスターチームみたいなものを組んでも 面白いいしととうことで、であと J クラブにね、一つ特徴的なところで言えば、一応ね、まあ、その、自分の得意とするクラブみたいなのが選べて、で、それを、まあ、そのクラブに値する選手はちょっと強く使えます。はい。ということで、例えば僕だったらアビスパ福岡を応援してるんですけど、アビスパ福岡に設定しとくと、まあ、アビスパ福岡の選手を他のクラブの選手よりもちょっと優位に使えるというモードも、まあ、システムもあるので、まあ、比較的ね、自分のね、まあ、 特に強いクラブのいいカードは、うん、入選して使いやすい。うん、使いやすいんでね。はい、そういった環境があると思ってください。ということで、まあ、J クラとはそういったもですね、まあ、カードゲームになりまして、まぁ、出来組んでユーザーと対,対戦して遊ぶというね、まあ、ものになります。はい、じゃあ続きまして、まあ、もう少しどんなゲームなのかというところについて触れていこうと思います。ではこちらです。 はい、ということで、えー、試合操作はですね、これ実は一切ないんですよね。うん。だから、なんていうかな、操作の、まあ強さとか腕を、まあ競うんじゃなくて、チーム作りのところね。うん。だから監督みたいなもんです。<laughs> 監督モードやってる感じかな。はい。だからまあ、結局、チームを組むとこまでしかできないんですよね。ただ、 これがデメリットと見るかメリットと見るかは結構その人次第だと思うんですけど僕は基本的にまあこれメリットだと思っててなんでかっていうとまあそのデッキを組む楽しさとかねまあ、実力重視だったら結構操作重視とかになるじゃないですかそうじゃなくてまあ、どういった自分をチームを自分で組んでどういった動きをしてくれてどう勝つのかっていうところをまあ、考えていくまあ戦略的ゲームみたいな感じなんですけどまあそれがね結構ね面白い うん、し、やっぱチームを強化するための、まあ、そのいろいろ方法があるんですけど、まあ、そういうのも頑張ろうと思えるきっかけになるっていうかね。まあ、そこのチーム組によって、例えば、ま、ポジション一つ変えるだけでも、褒め、褒め変えるだけでも全然動きは変わってくるわけですよね。だから、自分の、まあ、最適解のチームを組むためにということで、結構しっかり考えないと、ダメな部分があるんですよ。うん。なので、これをね、なんか時間をかけてね、まあ、ある程度自分の揃ったカードを見 しっかりといいチームを作っていくためには、どう選手を起用したらいいかというところの奥深さというのは、このゲーム、まあ、詰まってるんじゃないかなというところが、まあ、魅力的なところの一つかなと思いますね。はい。まあ、だから、操作ゲーが苦手な人とかでも、うん、まあ全然、あの結局強いチーム組んでもね、操作,で操作がうまくないから勝てないという人もね、まあ、操作系とかやってる人いると思うんですよ。まあ、そうじゃなくて、ある程度しっかりと組めれば、 まあ、勝てる可能性があるということで、まあ、操作が苦手な人とかでも。うん。結構、J クラって年齢層がどっちかというと、まあ、本当に中年ぐらいの人が多いですね。まあ、僕も、もうすぐ30歳になりますけど、30代の人とか、40代前半の人とか、ぐらいの人たちが多分多いんじゃないかな。僕のチャンネルとか見てる人は、まあ、そこら辺の人たちが多いんでね。まあ、そういった人たちが結構中心にやってるゲームなので、うん。まあ、結構そういう年代に好まれやすいゲームなのかな。はい。 ということで、うん。まあ、どんなゲームなのかというところに関しては、まあ、こんなゲームかなと思います。はい。まあ、特徴的なところは、ここが一番特徴的かなと思います。はい。じゃあ、続きまして、まあ、じゃ J クラって結局、じゃあ、どんなとこが楽しいのというところをいくつか紹介していこうと思います。じゃあ、まず一つ目、こちらです。はい。ということで、ここはね、僕も結構好きなところなんですけど、やり込み害のあるイベントが多いですね。はい。 まあ近年のソシャゲって言ったらどっちかってソシャゲっていうかまあゲーム界隈と言っていいんですかね。結構楽になってきてるものが多いんじゃないかなと思うんですよ。うん。簡素化されてるというかね。昔よりね。ということで、なんかイメージ的にね、かまあ僕はよく言うんですけど、まあ RPG のね、レアドロップ、レアアイテムドロップをまあ彷彿さ彷彿とさせるような低確率のレアアイテムを周回してドロップさせる達成感の味わえるゲームです。ということで。うん。 結構皆さん、あれですか ?RPG とかやりますかちなみに、ドラッグ絵とか <laughs>。まあいろいろありますよね。うん。まあスクエイに発信のやつもね、ある,あるでしょうし、いろいろ他のゲームもあると思うんですけど、大体 RPG って、例えばモンスター倒した時に、まあ低確率でレアアイテム落としますとか、まあそういうのってあるじゃないですか。それ結構粘った人だったらわかると思うんですけど、結構繰り返しの作業みたいな感じですよね。 で、でも、まあ、その低確率のやつを落とした時の喜びとか達成感っていうのは、まあ、結構ね、来るものがあるんですよ。はい。ということで、まあ、J クラにもですね、このシステムあります。はい。まあ、例えばイベントで低確率で落ちる、まあ、ガチャ券と言われる、まあ、カードがゲットできる結構レアな券があったりするんですけど、まあ、そういう券を狙っていったりとか、あとはこれカードゲームにやっぱりね、まあ、ロマンとしてあるとしたら、キラですよね。キラカード。 にするためのアイテムというか、するためのものがあるんですよね。そのキラーアイテムを、まあキラーアイテムというか、キラーの選手を粘って、粘ってドロップさせて、その選手自分のね、あの気に、ね、お気に入りカードをキラーカードにするとかね。まあそういったシステムもあったりするんで、うん。だそういう低確率で、しかもそれね、キラーカードになったら選手カード強くなるからね。まあそういった意味で、まあ結構自分にとってもメリットあるし、うん。というところを、 イベントをね、まあ、周回してね、やっていくことがあるんですよ。うん、で、J クラのイベントって結構、今のイベントだったら珍しいんかな。青天井なものがあって、例えば、その、何か条件を達成して、まあ、ドロップしたアイテムからとかね。で、このドロップアイテムって結構制御が今作られてるゲームとか増えてきてると思うんですよね。うん。でも J クラはね、基本的には、まあ、青天井というか、まあ、回れば回るだけドロップできるというか、 まあそういった感じなので、やり込み要素は多分ね、現代のアプリ芸人の中でも、まあ、トップクラスじゃないかな。うん。っていうぐらいやり込み要素は強いと思います。なので、まあそういうのが結構好きな人とかは、こうはハマりやすいんじゃないかなと。まあ僕も結構好きなんですけど、そういうのね。レアアイテムドロップ、ね、縛りいや狙いとかね。うん。そういうのが、ね、結構好きなんですけど、繰り返し周回することとか結構好きなんですけど、まあ僕も J クレにハマった要因の一つ、ここかなっていうね。うん。結構そのイベントが濃い。 ところかなと思います、まあ、ここはやっぱ楽しいポイント、僕の目線からすると、まあ、一番最初に挙げたいところかなと思います。では続きまして、2つ目見ていきましょう。こちらです。はい、ここは自分の愛するクラブ中心で組む楽しさ、いや、オールスターメンバーで組む楽しさ、何よりチームを組む楽しさを味わえるというところですね。はい。 ま、さっき言いましたけど、まあ、J リーグを結構好きで J クラ始める方って、大体どこか応援してる人多いですよね。どこかのサポーターの人とか。で、さっきね、冒頭の方に言ったんですけど、その一つのクラブを強く使える機能というのがね、あ,あるんですよ。だから、自分のクラブ、その指定したクラブの選手というのは、例えば、結構似たような強さの選手がいた時に、自分のクラブの選手だけ頭一個抜けて使えるんですよね。で、これって結構大きい要素でして、 で、これがあるからこそ、自分の好きなクラブの選手を使いやすくなるんだよね。だからそれを活かして、自分のクラブ中心で、もうなんなら純正と言って、その一つのクラブで、まあ組む楽しさもあったりとか、まあいやいやそうじゃなくて、もう強いカードを全部集めてオールスターチーム、もう夢のドリームチームみたいなのを組んで、戦うっていうのも全然ありなんですよね。うん。だからこの両方の楽しみ方があるし、それぞれでまた楽しみ方があったりするので、まあ個人的には、 まあこのチームを組む楽しさというのは味わっていただけるんじゃないかなと思います。はい。で、やっぱりね、まあそのゲームじゃないとできないこととかがあったりするじゃないですか、結局。<laughs> 結局ね。うん。その楽しさというのを僕はなんか J クラ通じて、まあ楽しんでいた,いただきたいなと。で、これですね、まあいろいろ J クラのシステム上の話をもう少ししとくと、レギュラーカードというものがあったりとか、 あの限定期間限定でしか登場しないカードとかあったりするんですよ。うん、なので、期間限定カードとかの価値は結構高かったりするんですし、まあ、入手難易度はちょっとあったりするんですけど、まあ、そういったカードをゲット、ね、しやすい。まあ、お気に入りクラブガチャ券というのがあって、 まあ、その特定のクラブしかそのが、ね、けあのガチャ券から出ないですよというものアイテムもあったりとかするので比較的ね、ね、まあ、例えばどこかのクラブだけでやろうと思っている人も、まあ、そのアイテムを頼っていけばそれなりに選手集まるし、まあ、そこから、ね、レアカード引けたりとかもする可能性があるので、まあ、そういったのをうまく、ね、駆使しながら、まあ、チームを組んでいく、まあ、地道にコツコツとやっていく楽しさというのは、ねまあ、J クラの一つの、まあ醍醐味なのかなと思います。 でやっぱりね強いカードはいろいろチームを隔てて、まあ、特にやっぱりビッグクラブほどねあのー、いいカードは <laughs> 出やすいというのはちょっとあるんですけど、まあ、チーム格差はねあったりするんですけど、まあ、その格差を埋めるぐらいのね、まあ、仕上がりをすればね全然戦っていける可能性あるんで、はいまあ、こういうところにねぜひ、ね、楽しさを見いだしてほしいなということで、まあ、楽しさポイントの2つとしては2つ目としては、はい、ここかなと思いますね。ねはい じゃあ最後、三つ目見ていきましょう。こちらです。はい。楽しいポイント三つ目は、懐かしい歴代の名選手が J クラにはタイムスリップとして登場してますよ。というところですね。はい。まあ、いっぱいいますよね。まあ、もう J リーグも30周年ね、先日、あの、前年から迎えましたし。はい。ここはね、もう、山ほどいますよ。僕はね、正直ね、J リーグってそんな詳しくないんですよ。昔の J リーグ。実はね。僕、J リーグって、 J クラー初めて結構 J リーグの選手詳しく知ったぐらいなんで、あの、まあ、全然そういった意味では J リーグ知らない人でも全然楽しめると思うんですよね。僕も知らない身から入ったんでね、基本的には。まあ、日本代表選手とかぐらい知ってましたけど、さすがにね。うん。ってぐらい知らない僕でも、まあ、そのワクワクするぐらいの選手たちが登場します。ということは僕ぐらいにわかでも、まあ、知ってる選手が多いってことね。はい。そういった歴代の名選手たちがタイムスリップカードとして登場するわけです。 で、しかもこのカードね、非常に強力なので、デッキに組みやすいんですが、まあ、ただ枚数制限はちょっとあったりするんですけどね、まあ、それぐらい特別なレアリティなカードが、えー、登場するということで、まあ、皆さんね、J、これ見てる人が、まあ、J リーグ詳しい人だったらもう全員知ってるだろうなっていうぐらい名選手だし、知らない人でも本当ね、あ、名前は聞いたことあるなとか、知ってるよという選手が、まあ、山ほど出てくるわけですが、ここでですね、じゃ実際にどういったカードが出てるのかというのを、 ま、この動画をね、見ていただいている方に、じゃあ見てもらおうかなと思いますね。誰が出てるのかというところで。じゃあ今年ね、登場した、まあ、直近のね、二人の、えー、タイムスリップのカードを見ていきましょう。こちらです。はい、こういった感じでね、登場してまして、左がね、松田直樹選手ね。まあ、知ってる人は知ってるでしょう。うん。こマリンドスバージョンですね。 で、最近はですね、日本代表バージョンと特定のクラブということで、まあ、その選手がと、あの、代表して活躍したクラブかなが登場するようなカードになってますので、日本代表しか知らないよっていう人も、日本代表カードも出るんでね。うん。だから比較的、日本代表とかに絡んでる有名選手が最近多いですね。日本人は特にね。うん。で、右はね、まあ、知る人は知ってるでしょう。っていうか、まあ、ほね、サッカー知らない人でも知ってんじゃないかなっていうぐらい有名ですけど、まあ、エンド・ヤス・ヒト選手ね。はい。前年度引退されましたけどね。 早速こういったカードで登場してますよということで、まあ、他にもね、まあ、有名どころで言ったら、まあ、中村俊輔選手とか、まあ、中田秀俊選手とか、まあ、もうちょっと古くいくんだったら三浦知良選手とか、まあ、ジーコ選手だったりとかね、うんまあ、直近のやっぱり世界的有名な選手であるイニエスタ選手とかね、フ、ま、ォ、あ、ルラン選手とかフェルナンド・トーレス選手とかね、まあ、ここら辺も今年タイムスリップとしてカード登場してますんで、 まあこういったね、なんていうかな、まあ歴代の有名どころの選手たちとか、あのタイムスリップとして帰ってくるところも、まあある意味なんか往年のね、ファンを、あの、<laughs> 森、なんていうかな、熱狂の渦に巻き込むね、原因の一つになるんじゃないかなと、まああの頃、まあ自分がね、学生の頃とか、もしかしたら子供の時とか、まあ政治になってすぐぐらいとかに活躍してた選手とか、同年代の選手とかを、こうやって今現代のカードゲームで遊ぶことができるっていうのは、 一つ、やっぱり大きな魅力的なところだし、まあ、現役のね、選手のカードとかと混ぜて遊べるっていうのは、またこれもね、まあまあ、普段だったら交わることないんですけど、まあ、ゲームだからこそ、成り立つことのでできる、まあ、楽しさだったりすると思うんで、まあ、こういうところも含めて、さっきの2番目のね、まあ、チームを組む楽しさというのをね、まあ、ぜひ J クラをね、あの、通して、まあ、感じてほしいなということで、まあ、楽しさポイントの3つ目はここですかね。はい。というところにあると思います。 はい。ということで、J クラの魅力をね、いろいろお話をしてきたわけですが、じゃあ結局ね、まあやっぱソシャゲなんで、まあ結構なんか現実的な話に戻るんですけど、あの、リセマラって必要ですかっていう質問はね、結構僕のところにきます。ということで、最後にね、このリセマラをする必要がこのゲームあるのかっていうところを触れておこうと思います。ではこちらです。 はい。ということで、リセマラは必要かというところなんですが、まあ、まずね、リセマラ自体のお話をしとくと、最新のアプリではないんですよ。もう5周年迎えてるアプリなんで、そこそこまあ、今、今みたいにさ、すぐなんか、数十秒でリセマラできますとかじゃないんですけど、まあ、一応ね、時間はちょっとかかるんですけど、やる価値はね、結構あります。はい。なんでかっていうと、まあ、この J クラっていうゲーム、まあ、これデメリット要素かもしれません、正直ね。人によってはそこに燃えるっていう人もいると思います。あの、 カード自体がね、結構どぎつい確率なんですよ。<laughs> はい、最後にね、ちょっとで、ね、まあ今までいいとこばっかり言ってきたんですけどね、最後にちょっとだけね、まあ悪いとこ言っておきます。あんまりいいことばっかりだとうさんくさいと思うんでね。はい。J クラって結構ね、レアカード手に入りにくいゲームです。はい。で、まあそう考えると、1枚、めちゃくちゃレアカードを持つ価値というのが、まあある意味逆を返せば高いわけですよ。ということで、 まあ、リセマラをやる必要はめちゃくちゃね、あります。はい。でも実際僕はやってません。はい。僕もやっておけばよかったなと思うこともありますが、まあ結構大変なんですよね、これに関しては。で、今で言うとね、まあちょうどこの動画が上がるときに言うと、さっき紹介した松田直樹選手のタイムスリップカードが今登場してます。はい。だから、松田直樹選手好きな人とか、まあマリノス好きな人とか始めるならもう絶対今なんですよね。で、この松田直樹選手のカードを、まあ周回、周回というか、まあリセマラしてゲットして始めることができたら、 結構充実すると思います。はい。なので、まあ、客を返せばね、<laughs> リセマラの価値は高いということですよ。はい。ということで、まあ、ちょっと時間はね、結構食うと思うんですけど、はい。リセマラの価値は十分にありますので、まあ、ぜひね、まあ、最初にリセマラして、まあ、強いカード。まあ、強いカードっていうのはどういうカードかって言われると、またこの動画で説明するとね、ちょっと長くなってしまうので、またちょっと別の動画とかね、僕の動画、覗いてほしいところであるんですけど、まあ、評価高い選手とね、 動画とか、はい、そういった動画作ってるので、まあ、ぜひ見てほしいんですけど、まあ、最初にリセマラして、そういう強いカードをね、ま、玄関機で強いカードを1枚持って始めるというのは結構アドバンテージになりますので、ぜひね、リセマラは、まあ、根気強くやれる人はぜひね、頑張ってほしいなと。まあ、ただですね、まあ、リセマラをやりすぎて、辛いと <laughs> なりすぎて、やめてしまうのはもったいないと思いますので、まあ、特、なんていうかな、まあ、特定のところで妥協したりとかね、 まあ、しながら、ジェイ J クラライフをね、ぜひね、始めてほしいなと思います。まあ、結構ね、まあ、当然、ゲームなので、まあ、いいことも悪いこともあります。はい。いいことも悪いこともあるんですけど、まあ、いいことだけ見ていくと、まあ、すごくね、まあ、そういったロマンに溢れるゲームだと思いますので、しかも昔をね、放出させるようなやり込み要素も結構あります。はい。まあ、そういうのが結構好きな人は、ぜひね、まあ、ハマると思いますので、 まず、迷っている人は、J クラー、ぜひね、始めてみてはいかがかなと思います。ということで、じゃあ最後のね、まとめとして、えー、今日の話まとめておきたいと思います。ではこちらです。はい、ということで、コツコツとね、まあ、自分の力でクラブを強くする。まあ、これが J クラーの、まあ、醍醐味というか、魅力的なところの一つだと思います。まあ、だから操作がね、さっき言った通り苦手な人でも、コツコツやることが好きな人、まあ、地道に積み上げていくのが好きな人とかは、結構ハマりやすい。 ゲームだと思います。まあ僕も実際ここにはまりました。はい。ということで、まあそういった自分のクラブをね、まあ自分の好きな選手を手に入れて、まあ強くしていく達成感というのは、はい、結構味わえると思いますので、ここをね、味わいたい人にはね、すごくおすすめかなと思います。で、実際僕もそうでしたけど、J リーグ知らない人でもやればね、選手は勝手に覚えていくと思います。はい。特にまあ、 ね、多く名前見る選手なんかは、まあそ,こね、あそこから覚えていくだろうし、まあ、その J クラーをきっかけに J リーグの試合見たりとか、ねまあ、する人もいると思うので、まあ、興味、ね、ある方、まあ、ちょっと始めてみようかなと思う方はぜひ一緒に、ね、J クラーをやりませんかということで、まあ、やりましょうということで、はい、今日は、ね、語りかけて終わりにしておこうかなと思います。 まあ実際に本当はもうちょっとね、まだまだ説明することね、いっぱいあるんですけど、まあそれ語ると1時間ぐらいの動画になっちゃうんで、ちょっと今回はね、触りのところということで、以上にしておきたいと思います。まあ,ある程度どういったゲームかというのはね、伝わったんじゃないかなと思いますので、まあ、あとは実際始めてみてね、どういうゲームかというのを感じ取って、ぜひね、遊んでほしいなと思います。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。コインで失礼します。バイ,バイ。